今月はなかなか大変な月でした。びっくりするぐらいいろいろなことがありましたし、びっくりするぐらい何もなかったです。私は今年から新しい仕事を任されています。これは今まで私がしたことがない仕事です。そして、いつもは一人で仕事しますが、この仕事は違います。 チームで目標を達成しないといけません。今までチームで働いたことは何度かあります。でも、今回の仕事に関しては私がリーダーなんです。それがびっくりするぐらい大変なんですね。私が思っているようにいかないことばかりです。なので、がっかりしたり、イライラしてしまうこともありました。 でも、それと同様に、嬉しくなったり、幸せを感じたりすることもありました。同じ会社の人間であっても、他人は他人です。私の思った通りには動いてくれませんし、動かしちゃいけないんです。いろいろな人間がいます。 だから、いろいろな人のいろいろな考え方や能力がうまく混ざってチームは強くなります。そして、みんなそれぞれ才能がある。できることは一人一人全く違う。リーダーとして、それがちゃんとわかっているかいないかでチームの強さは変わってきます。そんなことを私はこの経験を通して日々学んでいます。 私が思うやり方が唯一の方法ではないんです。メンバーの意見や提案に耳を傾けて、みんなで考えるやり方が一番なんです。ちゃんとみんなと話し合う機会を持って、いろいろな考え方を認識して受け入れる。 チーム全体でそれができるように調整をするのがリーダーの仕事なんだと最近強く感じるようになりました。そしてメンバーそれぞれが持つ仕事への熱意を大切にしないといけないなと感じました。一人でやるのとチームでやるのとは全く異なります。別のメンバーがいるからこそ私が考えもつかないようなアイディアにも出会えました。 自分が正しいと思っていたことだったり、絶対に間違っていないと思っていたことも、もっと良くなる方法がある。でも、それは一人では絶対にわからない。仲間がいるからできること。今月は、この仕事を通して色々なことを学べました。